あの、こう…ダメダメ、全然硬いよ表情が。こうやってニコッとするの、ほら、ニコ。ニコ。もう、ガンプラだけじゃなくて自分が一番盛れる角度とか勉強しとかないと。あ、君も一緒に撮ろう。え、撮らない？何それ、マジありえない、ノリ悪さマックス。桜井もなんか言ってあげて。って桜井、うん、桜井マジになってスマホいじってる。なになに、ゲーム SNS、 それとも秘密のスパイ活動とか。あ、違います、私スパイなんて。で、どうしたの急に。いつもの桜井っぽくないけど、私なんか悪いこと言っちゃった感じ。そうじゃないですけど、私もう帰らないと、今日はやることがあるから。あ、桜井ごめんってば。そんなに撮るの嫌いだったのかな。撮りま、明日ちゃんと謝ればいいよね。昨日のことを謝ろうと思って探したんだけどいなくって、教室にいたら帰ったって言うからここで待ってたんだけど来なくって。マジか、どこ行っちゃったんだろう。悪いんだけど私部室を見てないし、もう一回行ってみない？リーダーついてきて。桜井いるかな。あれ、なんか中から話し声がするよ。素晴らしい出来だ、さすがだよ桜井君。誰だ。それはこっちのセリフっていうか、ここは第08ガンプラ部の部室なんですけど。そうか、こちらが挨拶するのが道理だな。私は榊シモン、輝けるゴールデンコスモスのリーダーだ。生徒会一派のチームが何しに来てるわけ。なぜ私がこんなカビ臭いところに来ているかか。理由は彼女から聞いたらどうだなあ桜井君。何何、どういうこと。シモンッチ、桜井になんか悪いことしてるわけ。それヤバくない。おいおい、勘違いしないでくれ。これは取引の結果なんだ。この物質は取り潰される予定だったが、私が買い取ったのさ。桜井君が我がゴールデンコスモスのためにガンプラを作るという条件でな。そしてついに最強のガンプラが今完成したのだよ。ちょうどいい、君たちで腕試しをしてやろう。何それ、やっぱ桜井を利用してたってことじゃん。マジムカつく。リーダー桜井、こんなやつには絶対負けないし、私たちでやっちゃおう。ガンプラバトルあるところに放送部あり。私実況の尺野凛子です。裏切りのモデラー桜井まりかに組み上げさせた最強ガンプラで戦う榊シモンのゴールデンコスモス。思いっきりデコられている上坂千夏のド派手ガンプラと共闘する反逆の旗印サイドゼロ。果たして勝利の女神はどちらのチームに微笑むのか。それではガンプラバトルレディー
ゴールデンコスモス榊シモン出る。ドカーン狙い撃ちます。好きな機体はビクトリーガンダム。シャクのリンコが今日も実況をお届けいたします。私だって戦います。私のガンプラを見せてください。第三勢力の討伐クエスト開始です。さあどちらがより多くのターゲットを仕留めることができるのか。さあかかってこい。薄汚いガンプラめ粛清してやる。このクエストは時間との勝負でもありますよ。
さあさあ、通常の3倍のスピードで行きましょう。行きましょう、先輩。私も微力ながらお手伝いします。チームブルー、ポイント獲得です。さあ、次のクエストもどんどん行きましょう。うっし、クエストクリア。私たちなら余裕だね。チームレッド、決めました。Cにおいて最も大きなポイントが入りました。お役に立てなくてすみません。次のクエストで挽回してみせます。チームブルー、ポイント獲得です。さあ、次のクエストもどんどん行きましょう。あ、もうダメダメだ。仕切り直す。バトルは苦手ですけど負けられません。なぜだ。全てが勝っていたはずなのに、なぜ私が負けなければいけないのか。負けて当たり前じゃん。シモンっちハートで戦ってないもん。なんだって。人に組み立ててもらってデコってもらって、そんなのはハートで戦ってるって言えなくない？
タレもサクラインも私だって自分で組み立ててデコってバトルしてる。それがガンプラバトルなんじゃないの？君に何がわかる。このガンプラのために何百万かけたと思っているんだ。原型はもちろん、素材や塗料も海外製の高級品、最新のバトルシステムまで第ゼロにガンプラ部の物質に用意し、金をばらまいてチームメイトを集めたんだぞ。しかもこんなカビ臭い物質を買い取ってまで組み立てさせたというのに、無駄金だったよ、役立たずのスパイめ。サクラインは裏切り者なんかじゃないし、シモンチと違って一人で戦ってたんじゃん。誰も頼らず一人でこの物質を守ってたんじゃん。サイドゼロはゴールデンコスモスみたいにお金でつながってるチームじゃないよ。ハートでつながってんの。サイドゼロはハートで戦ってんのね、リーダー。サクラインは私らの仲間だよ。裏切り者なんかじゃない。一緒にバトって写真も撮った仲じゃん。チナチー先輩、金では買えないものに負けたというわけか。乾杯だ。桜井君、非道な仕事をさせてすまなかった。代わりと言ってはなんだが、この物質は自由に使ってくれ。ありがとうございます、榊先輩。次は私が組み立てて塗装したガンプラとバトルしてくれるか。もちろん。その時はみんなで記念写真撮ろう。ならば最高級一眼レフカメラを用意しておこう。そんなの漏れないし、いらない。やっぱデコれる森アプリが最高っしょ。ほら、桜井にリーダー、勝利のポーズ、ニコ。ほん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 、今日は髪もガンプラもいい感じで漏れてるかも。君も一緒に撮る？ずいぶんとご機嫌ね、千夏。鼻歌が外まで聞こえてるわよ。千夏じゃなくて千夏って呼んでってば。あたしらの中で釣れないじゃん。私たちそんな関係じゃないのよ。何それ、ノリ悪い。で、何用のガンプラを塗ってるの？とても気合が入ってるみたいだけど。へへん、これから殴り込みに行っちゃう用のガンプラ。殴り込み？なんかエアブラッシュとかいう変なチームの連中が塗装ブースを独り占めしてて困ってんの。しかも派手なデコは禁止とか言っちゃってさ、ありえなくない？マジでバイブ下がるよね。だからそこに殴り込みに行くの。エアブラッシュオブゼータのことね。白いマスミ先輩がリーダーを務める生徒会参加のチームで、塗装にかけては右に出るものがないと言われているわ。絶対私の塗装の方が可愛いし、デコる楽しさを全く理解してないよ、あの人たち。エアブラッシュは学園のみんなからデコる楽しさを奪ってるって、マジで。だからサイドゼロで殴り込みに行っちゃおうってわけ。そういうことなら分かったわ、私もついていく。それじゃ2人とも行くよ、レッツゴー。頼む。学園の秩序を乱す野ネズミか。ここはあなたは現生徒会副会長瀬名大輔。サイドゼロの行動はガンブレ学園を間違った方向へと導く。生徒会長の崇高な考えが貴様たちには分からんか。ほう、貴様がリーダーか。いくら羊を集めたところで獅子には勝てない。近いうちにサイドゼロは完膚なきまでに叩きのめす。その日までせいぜい楽しむがいい。弱者のガンプラバトルをな。おい白い、例の件は任せたぞ。はい、
お任せください。必ずや秘密兵器強化塗装を完成させ、さらなるラプラスネストの躍進を約束します。余計なことを口に出すな。すみません、会長のガンプラ強化計画は極秘だったのに。もし完成させられなかった時は覚悟しておけ。危なかった。秘密計画がバレるとこだったよ。いや、バレてるから、全部言ってたから。バレちゃった。どうしよう、僕の地位が、権限が、ガンブレ学園の塗装水準がはちゃめちゃになっちゃうよ。ちょっとちょっと、それを言うなら今の方が超ヤバいし、デコる道具は自由に使えないし、派手で可愛い感じにデコるのは禁止されてるし、塗装部の部長はマスミッチだし。そのおかげでガンブレ学園の塗装技術の水準が保たれているのに。大体僕が部長だと何がいけないのさ。私よりデコるのが下手なんだもん、そんなの楽しくないじゃん。僕の塗装は学園一だ。お前らのお遊びの塗装とは格が違うんだからな。ガンプラバトルでそれを証明してやる。最初からそのつもりだもん。リーダー、準備はいい？それじゃバイブス上げてこー。塗りは一瞬、筆は一生、塗装の道も下地から。幾多の塗装師が挑んだ数々のガンプラが脳裏をよぎります。祈りを込めて塗られたガンプラたちが熱い魂を宿してバトルを繰り広げます。ガンブレ学園の明日を染め上げるのはどっちだ。リアル塗装派白いマスミとデコ派上坂千夏、因縁の対決。それでは白熱のガンプラバトルにレディーゴの秩序と塗装を乱す奴は今ここで粛清してやる。見えているわ。放送部部長、シャクのリンコ、本日も全力で命がけでバトル実況をさせていただきます。かかってきなさい。戦い方を教えてあげる。
落ちろ。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。ポイントゲット。落ちろ。遅い。止まって見えるわ。セリフ発見。さあ勝負。始まって勝負。オールパスワード決まった。お前がガンダムだ。ガンダムブレイカーだ。なかなかのパーツが期待できそうなターゲットです。これは撃破しておきたいですね。さあかかってこい。チームブルーポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。まだ足りない。もっと奪わせてちょうだい。チームブルーポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。ちょうだい。どこからでも来い。近づくやつはみんな僕が塗装し直してやる。やりましたねチームブルー。これは大きなポイントです。なんだと。おっとクエスト失敗ですね。次のクエストではポイント獲得なるでしょうか。一つくらい失敗したって、カプラシオブゼータの勝利は揺るがないだ。プレイヤー3、撃破されました。プレイヤー4、撃破されました。プレイヤー6、撃破されました。これは目が離せませんよ。回収だろうが何だろう、全て奪い取るのみよ。おっ、敵じゃん。よくわかんないけど倒しちゃっていいんだよね。プレイヤー4、撃破されました。プレイヤー1、撃破されました。あなたを撃破した機体覚えたわ。さあどうしてくれようかしら。次に壊されたいのは誰かしら。そんな攻撃無駄のな。やりましたねチームブルー。これは大きなポイントです。なんだと。このクエストはチームレッドが持っていった。ブルーも負けていられません。クエスト失敗か。まあまだなんとかなるっしょ。どこからでも来い。近づくやつはみんな僕が塗装し直してやる。おっ、敵さん。よくわかんないけど倒しちゃっていいんだよね。そんな僕のスペシャル塗装を施したガンプラがこんなしょぼいやつらに負けるなんて。勝った人が正義なんでしょ。それならあたしらの可愛くデコったガンプラが正義ってことじゃん。くそ、なんて大した道具も持ってないやつらに。あ、
こんな奴らに負けたことが副会長にバレたら強化塗装の話どころじゃなくなる。まだそんなこと言ってるわけ？マスミッチがデコったガンプラとリーダーがデコったガンプラ見比べてみたら？どういうこと？どう見ても僕が塗ったやつの方が仕上げも綺麗だし、バトルでの性能が高いスペシャル塗装だけど。それってデコってる時に楽しかった？笑顔でデコってた？確かにバトルに有利な配色、性能が高まる塗り方ばかり気にして塗っていた。ミスをすれば最初からやり直しで緊張の連続だった。デコられたガンプラを見ればどんな気持ちでデコってたかわかるじゃん。ガンプラってそんな気持ちでデコって楽しいかな？ガンプラを作る楽しさ、塗装の楽しさを見失っていた僕は、負けて当然ってことか。僕はもうガンプラを作る資格がないよ。って、うわー！何してんの、神坂さん！ふん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 。え、マスミッチのガンプラにラメ入れてんの？あとついでにラインストーンも入れちゃう？頭にリボンとかのっけちゃうのもいいかも。めっそんなことしたらバトルに使えなくなっちゃうよ。そうか、そういうことだったのか。ガンプラバトルを離れて純粋に塗装を楽しむってこういう感覚だったよね、神坂さん。その通り。ほら、君も一緒にマスミッチのガンプラをデコっちゃおうよ。ほらほら、ここチェックにしたらマジヤバくない？神坂さん、それはさすがにそのピンクのチェックにメタリックは。なんて素晴らしいんだ。あ、それならここにはハートを乗せて。こっちは水玉模様だ。わかってるじゃん、マスミッチ。リアル塗装だったガンプラが一瞬でメルヘンになってしまった。恐るべし、チナチ。この調子で次は副会長のガンプラもデコりまくっちゃおう。あら、どうしたの？まだ帰らないの？あ、神坂さんから部室に呼ばれているんでしょ。あなたたちよく一緒にいるものね。彼女最近は自由に塗装を楽しんでいるみたいだし、学園の空気も変わってきているのかもね。下校時間になったらちゃんと帰るのよ。じゃあまた明日。